すごい反響をいただいております。1日100名、100社以上の方とご挨拶させていただいてます。ファッション業界の、アパレルの、アパレル企業の皆様ですとか、あと商社の皆様、あとは工場の皆様以外にですね、実はいろんな異業種の方からいろんな具体的なお話をいただいてます。例えばですね、家電の会社さんですとか、あとは通信会社さんですとか、あとは、IT 企業の皆様なんかにも具体的なお話をいただいております。我々デジタルの会社なんですけども、デジタルを通信で見せるよりも、こういったリアルな場で見せる、そして体験いただくということがですね、商談につながった大きなポイントかなと思います。ものすごく来場者の方も多くて、あと先ほどセミナーブースの方でセミナーもやらせていただいたんですけど、70名ぐらいの方にご聴講いただいていて、アンケートもすごく多くご回答いただけたので、手応えとしては十分あったと思います。3日間で有効リードのデモ回数目標50で置いていたので、もう2日間で48とかまで行って、今日も午前中本当に6択あるデモのところが全部満択になったような感じだったので、もしかしたら今日で80、90ぐらい行くかもしれないっていう、倍ぐらいの KPI 倍ぐらいの数字は出せたんじゃないかなと思ってます。次回のファッション DX エキスポは結構大きなブースで出展が決まっていて、ただ今度 DX に関しては、ファッションと DXIT に興味がある方がご来場されるので、よりこううちのターゲット層が多くつかめるんじゃないかなと思っているので、春と秋出展も決めさせていただいてるんですけど、今からすごく楽しみにしています。そうですね、やっぱり実際に物を触っていただけるというのが一番大きいのかなとは思います。本当に入り口出口が一つになっていて、でそこでちゃんとアルコールの、消毒とあと検温されているので、しっかり安心して参加できるかなと思います。サンプルを 3DCG で見るっていうことにもちょっと対応を今後もしていきたいなと思ってますので、ぜひ参加させていただきたいなと思ってます。この広報自体がやっぱり知らないってお客さんがやっぱ多かったんで、そういう意味ではすごく、新規のなんていうんですかね、分野っていうんですかね、開拓できたかなとは思ってますね。機械をやっぱり動かして印刷っていうのをやっぱり実際生のやつをやっぱり見てもらった方が、実際ねお客さんにもやっぱり触っていただけますし、そういうのでやっぱりオンラインよりは、リアルの方が絶対いいかなとは思ってますね。今回国内のお客様にいろいろとお見せしたいということで参加させていただいてます。開催前からアポイントで複数件のお客様には予約をいただいてたのと、新しく来ていただいたお客様で、3日間でだいたい100件近くのお客様来ていただいたのかなというふうに思っております。とてもいい展示会なので、出た方がいいと思います。